簡単型紙で作るアッパッパ、かぶって着るワンピース、 A ラインワンピース、子供用。袖口の処理、バイアステープに折り目をつけておきます。身ごろの脇部分とバイアステープを中表に合わせます。袖ぐりの内側の方は緩めに合わせておき、外側が突っ張らないように身ごろと同じ寸法にします。袖ぐりを縫います。縫い代に切り込みを入れてからアイロンで身ごろ側に倒し、バイアステープを身ごろの裏側に倒します。バイアステープは袖ぐりよりも長めに作っておき、縫ってから切ります。端から8ミリのところを縫います。反対側の袖ぐりも同じようにします。脇を縫い合わせる、脇の縫い代にジグザグミシンをかけます。縫い代の幅に合わせて縫い代ガイドをセットして縫い合わせます。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。縫い代は割っておきます。脇の下は表側から V 字になるように縫い、縫い代を押さえます。裾の処理、スリットを三つ折りにします。スリットは縫い始めと縫い終わりに返し縫いをし、1本ずつ縫います。アイロン定規ロングを使って裾を三つ折りにします。待ち針で留め、端から 0.1 センチのところを縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。